はい、こんにちは、紹介者です。今回ご紹介するのは、騎士竜戦隊リュウソージャーから、騎士竜シリーズ 08&09 のデラックスシャインラプター&シャドウラプターセットでーす。ということで、今週の放送、そして先週の放送ですね、2話にわたって、もうすでにね、活躍、登場している、宇宙からやってきた光と闇の2体の騎士竜、2つで1つ、なんとね、合体しちゃうっていうね、すごく魅力的な騎士竜ですね。お値段税別で3200円です。パッケージも光と闇、宇宙っぽくね、デザインされていて、なかなかかっこいいですね。このセットにはコスモソウルが一つ付属しています。で、この2体といえば、輝きソウルと暗闇ソウル。この2つのね、竜ソウルは別売りなんですよね。で、残念ながら今回、手元にないので、入手したら一緒に遊びたいなと思っています。はい、パッケージ、表、そして、天面、あ、かっこいいね。竜装ゴールドのね、恐竜装も映ってる。で、側面が、コスモソウルですね。一発変形。はい、お、すごい。そう、福井ラプトル、有名なんですよね。これ知ったのね、恐竜ジャーの時なんですね、自分はね。うん、一回行ってみたいですね。福井県立恐竜博物館ですね。はい。裏面はこのようになっています。セット内容、シャインラプター、シャドウラプター、そしてコスモソウル取扱説明書ですね。で、このセットを買うことで、まあ、2体の騎士竜とコスモソウルが1個手に入って、この2体の、騎士竜が合体してコスモラプターに、なります。で、さらに、この、発売されている騎士竜ネプチューン、そして騎士竜王がそれぞれ、合体できて、完成騎士竜ネプチューンコスモラプターと、完成騎士竜王コスモラプターね。これすごくかっこよかったですよね、劇中も。さらに、別売りの輝きソウル&暗闇ソウルと合体というか顔になってね。前々回の放送でね、こちら騎士竜ネプチューンのシャドウラプター、ですかね。はい。これもかっこよかったですね。ここまで魅力的で欲しい竜ソウルセットもなかなかないですね。はい、それでは開封していきたいと思います。2体の騎士竜の割には、箱はまあそんなに大きくないので、なんか薄っぺらいんですかね。ね。よいしょ。はい。じゃじゃん。お!意外とコンパクト。もうやっぱり劇中でもだいぶペラペラでしたけど、おー、そうか。そうだよね。2体コスモラプターの状態でこの厚みだからね。これ分離したら相当ペラいよね。おー、薄っ。薄こんなに薄かったんだ。でもちゃんと騎士竜状態にしたら、なんか、それなりにボリューム感出そうな気もしますけど。はい。お、これが、おー、かっこいい。めっちゃかっこいいね、これ。おー、こっちもやばいね。はい、コスモソウルですね。ソウルモードと、はい、ナイトモード。目は暗闇ソウルのこのかっこいいバイザーと、さらに輝きソウルの二つの目がなんか合わさったような、ね、そんな感じですよね。なかなかいいっすね。おぉ、かっこいい。わぁ、めちゃくちゃかっこいいね。すごい、武器のあたりにもなんか惑星がいっぱいですよ。へぇ、かっこいいね。はい。で、もう一つのパーツが、これかな?これもすでに光と闇が合体しているような状態ですね。おぉ、4つぐらいのパーツになっているのかな?ぽいですね。ほら。やっぱりこれも、それぞれのパーツは非常に薄いですね。あー、なんかセット内容の割には、説明書のボリュームがすごいですね。はい、裏表このようにびっしりですね。はい、ではまずは、
騎士竜シャインラプター、白い方ね、作ってみたいと思います。はい、使用するのは、シャインラプターの本体と、あとは、シャインラプターの左足、右足ですね。はい、この3つのパーツを使います。まずこちら側ですが、ここの、まず頭部のパーツ。これは、後ろに、あー、かわいい目が出てきた。はい、こんな感じで、頭部を変形することができて、あ、ここも取れるんだ。すごいすごい。で、足を、あ、これわかりやすいね。ここと、ここの流装ジョイントを使って、合体します。で、これ足を、こう、なんとなくこれを外側に向けたくなりますが、逆だね。ネジ面が外側。だから、こうですね。はい。そして反対側も、このように流装ジョイントで合体。はい。非常にシンプルですね。口も開閉しないし。で、シャインラプターっていう名前にふさわしいくらい、綺麗。うん。この、ボディのね、このパールっぽいホワイト。すごくいい色ですね。下顎とかのゴールドも綺麗だし。そしてこの大きな目も可愛らしいですね。では、もう一体の、騎士竜シャドウラプター。こちらも同じように、頭部をこのように変形させて、これこそこちら側を表にしちゃいがちですが、宇宙はね、コスモ感は出しちゃいけないので、またね、合体してないから逆ですね。はい、こちら側と。よいしょ。はい、これで前足、後ろ足が、くっついて、これでシャドウラプターの完成です。で、こうやってね、比較してみると、顔とか、もう尻尾なんか明らかに形も違いますしね、長さとか。結構差別化されてますね。うん。このデザインの違い、比べてみると面白い。真正面から見るとね、左右対称っぽく見えるんですけどね。へー、面白いですね。はい、パーツが、もちろんね、このように、バラバラと、流装ジョイントばらしていくことができますので、これが最小構成ですね。なので、まあ、このセットだけで、こんな感じの組み替えも、できるわけですね。こんな感じで作り出すこともできます。このセットだけでも流装ジョイントを使った、まあ、様々な組み替え遊びに対応できますので、かなりこれだけでも遊びがいがありますね。はい、では流装ルの音声確認です。コスモソウルを流装チェンジャーにセットします。はい、では流装拳です。コスモソウル、必勝流装コスモソウル。では、この2体の騎士竜を一つに合体してみましょう。まず、シャインラプターは、左足を取って、反対側に持ってきて、右足に合体します。そうすると、外側にね、ゴールド、そしてパープルという、色がね、つきましたね。で、反対側の、こちら、続いて、シャドウラプター。シャドウラプターは、右足を外して、反対側に持ってきて、左
左足にさらにくっつける。はい、こちら側にも、ゴールド、そしてパープルが増えました。そしたらこの2つをここの流装ジョイントを使って、はい、ガチャンと合体します。はい、そうするとね、頭部のパーツもこのようにくっつくようになりますので、このパーツをかぶせてあげると、2つのね、頭が1つに合体。完成、騎士竜コスモラプターです。おー、すごいシンプル。めちゃくちゃ合体簡単でしたね。仮面ライダーダブルのファングジョーカーみたいですよね。白と黒が半分半分ですね。騎士竜のサイズとしては、やっとこの2体が合体して、まあ1体分って感じですね。で、特にね、この姿になっても可動箇所はありませんね。手とか足とか全く動かないですね。はい。唯一動くのはこの頭部のパーツだけです。まあ、でもこの状態でも、足の外側に、流装ジョイントが残ってますので、まあ、いくらか拡張できる余地はありますね。はい。では、騎士竜王コスモラプターに変形してみましょう。まず騎士竜王は、肩のドリルを、はい、流装ジョイントを前向きに付け替えて、腕のキャノンは不要ですので取っておきます。頭もいりませんので取っておきます。はい。そうしたら、騎士竜王は準備完了です。続いて、コスモラプターは、パーツを全部バラします。頭も取っちゃいます。はい。足もね、全部、胴体もバラバラにしてしまいます。そしたら、右肩にシャインラプター、左肩にシャドウラプターをドリルの流装ジョイントを使って合体します。で、この4つの足の合体がちょっとややこしい気がするんですが、ネジの面を下にして、こうね、足と足が、こう、外側、反対側に来るようにですね。こんな感じで手裏剣みたいな、形を作ります。で、シャドウラプターの方も同じく、こんな感じで、流装ジョイントを、後ろ足が反対方向、前足が反対方向に来るように、はい、こんなパーツを作ります。はい、そしたら作ったパーツ、肩の色に合わせて、腕の流装ジョイントに、こちらをこの向きで、合体。左側には、シャドウラプターを、このように、合体します。さらに、シャインラプターの胴体を、右手に、剣として、シャドウラプターの胴体を、銃として、左手に持たせて、コスモリューソールを、合体すれば、完成、騎士竜王コスモラプターです。おー、めちゃくちゃかっこいい。すごいな。武器がかっこいいね。はい、この通り、シャインラプターの胴体がかっこいい剣に、でかいね。シャドウラプターの胴体も、こんな感じで、ね、かっこいい銃になってます。わかりづらいですけど、ボディカラーがね、これちょっとややクリアなんですよね。わかるかな？はい。このあたりの見た目もね、すごくいいですね。頭部がね、このデザインによく似合うね。すごい強そうだもん。はい、次行こう。騎士竜王もこんなにかっこよくなったんだから、こっちの騎士竜ネプチューンもめちゃくちゃかっこよくなるはず。ということで、続いては騎士竜ネプチューンコスモラプターに変形してみましょう。はい、騎士竜ネプチューンの準備ですけど、手に持っている武器、尻尾を取って、頭部の流ソール、はい、こちらも取っておきます。準備としては以上ですね。それではパーツをつけていきます。シャインラプターの頭部を、あと足ですね。肩ではなくて、ここに合体します。よいしょ。はい、で、反対側には、
よし、シャドウラプターの頭部をこのように側面に合体。はい、続いて、足については先ほどのなんか手裏剣みたいな感じ、同じですね。同じ合体方法です。で、シャインラプターの方を、やはりこれ腕の側面ですね。はい、まずはシャインラプターを右腕に合体。アンモナックルズの流装ジョイントですね。ここに合体します。はい、反対の左腕にも、シャドウラプターのパーツをこのように合体。はい、そしたら腕、同じように武器を左右に持たせて、最後にコスモ流ソウルを合体すれば、じゃじゃーん。完成、騎士流ネプチューンコスモラプターです。おー、騎士流ネプチューンの方もいいね。こちらも綺麗に左右で光と闇、シャインとシャドウが分かれて合体しています。騎士竜王と違って、足にボリュームが増すのもいいですね。もともと足が細くて下半身にややボリュームが足りなかったのでちょうどいい感じになりましたね。で、頭部もあネプチューンもなかなか似合います。シャインラプター側の側面、そしてシャドウラプター側の側面と、うん、いいですね。腕をちょっと上げてあげればよりかっこよくなるかな。おー、いいですね。あ、意外と後ろから見た頭部もいいね。はい、こんな感じでめちゃくちゃかっこよくなりました。はい、ちなみに輝きソウル、暗闇ソウルがありませんけれども、シャインラプターだけを騎士竜に合体、させて、あと頭を、ここ違いますけどね。はい。こちら側と、ネプチューンがちょっと違うんですよね。足につけた、足についていたシャドウラプターの頭部。これは、胸部につくんですよね。こうかな。で、あとは頭部を輝きソウルと暗闇ソウルに、変えてあげれば、騎士竜王シャインラプターと騎士竜ネプチューンシャドウラプター、作ることができます。胸部パーツの移動は結構面白いですね。ということで、完全体に、するには別売りの竜ソウルのセットが、輝きソウルと暗闇ソウルのセットが必要になりますので、これはぜひゲットしなきゃいけませんね。はい、ということで今回は、騎士竜シリーズ0809のデラックスシャインラプターとシャドウラプターのセットをご紹介いたしました。このセットはマジでいいと思う。リメボルケーノとかもすごく好きなんですけど、竜装者の騎士竜はほんと外れないよね。騎士竜を買い足せば買い足すほど手持ちのロボをガラッとね、印象を変えることができますのでね、本当にいい。特に今回はね、光だけ闇だけ、光と闇両方なんてね、いろんなパターンを作り出すことができますので、めちゃくちゃおすすめな、騎士竜ですね。はい、ということで今回も最後までご覧いただきありがとうございます。この動画の評価、コメント、チャンネル登録ぜひお願いいたします。では以上、紹介者でした。バイバイ。